どうも、どうでしょう登山部のエダッチです。りょうくんです。いよいよ、パーソナリティの最終面接の時がやってきました。はい。この方法というのはですね、30分の番組を作ってそれを社長に渡すっていう、で、お眼鏡にかなえば7月に正式にパーソナリティデビューになります。これは大事だね。はい。その番組を今から撮ります、悔いのないようにやりきりましょう、そうだね、思い切っていこう。そして、デビューしましょう。はいはい。アイガールチャー FM 岩国、金曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。どうでしょう登山部のトーキングマウンテンの時間がやってまいりました。友達いなかったわけじゃないですね。なんでしょうね、誘う前にも登ってんですよ相方のりょうくんと運命的な出会いをするわけですね、はい、その時のね、あなたの顔をね、僕は忘れないよどうだったの。あれ、覚えてらっしゃらない。覚えてない。あのね、無でしたよで、こう三倉岳にね、一緒に行こうっていう話になりましたよね、では、一旦 CM に行きます。ここからは今後の配信予定となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、新しいことやったじゃないですか。やりました。で、まあ、僕らはね、初めてのことでも、まあ、何でもやってみる、お互いが、これやってみないって言ったことに対してはノーは言わないっていう、そうですね、そういう姿勢ですね、まあ、なんていうかな、やって失敗するより、まあ、やらない効果、はい、そっちの方が良くないんじゃないかって、もちろんね、お互い言ってますもんね、はい、そういう感じでね、僕たちいろんなものにチャレンジした動画を載せてますんで、はい、よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします。グッドボタンもね、はい、よろしくお願いします、はい、それでは CM に行きます。さあ、あっという間の30分、そろそろお別れの時間がやってまいりました。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。どうですかね。あっという間だったね。ほんまね、うん、思った以上にね、早かったね。もっと喋りたいこといっぱいあったよ、りょうくん。あったね、お互いのね、こう性癖とかね、女の好みとかね、はいはいはい、はい、おっぱいが大きい小さいとかね、お尻がでかい小さい、これ話しあったね。急に弾けてきたねどうしたの。いやいや、僕らも男ですから。まあね、そんなディープな話もね、したかったね。したかったですね。愛があるっちゃ FM 役にどうでショートダンプのトーキングマウンテン、お送りしたのは私りょうくんとエダッチでした。来週もこの時間にお会いしましょう。命大事に生きて帰ろう。さようなら。見事30分以内に終わりました。今ですね、録音した CD をファミナライズしております。え、何も出んよ。何も出ない。ちょっと待ってできるじゃん。あ、大丈夫ですで、これでもう一回ファミナライズ手話。はい。あー、よかった。よかった。びっくりした。なんとかやりきりました。あ、映ってるのかな今。映ってるかな。なんとか映ってないな。とりあえず30分やりきったね。やりきった。よしよしよし。あとはこれを社長に提出して、これでダメならね、僕はね、もう悔いはないよ。ない。いや、やりきったよね。やりきりました、僕らできると思います。そうですね、間違いなく。また結果はね、後日報告しますので。いや、ちょっと顔が入ったようにずっと言いたかったけど。あ、本当？もう座って座った方がいいかな。俺立つから。あ、これちょうどいいですか。この動画見ていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。